将棋用語一覧では、将棋に関する用語をまとめている。将棋のルールに関するものなど、基礎的な用語については、将棋、将棋の戦法については、将棋の戦法一覧、対局を有利に進めるのに役立つとされる格言については、将棋の格言、詰将棋に関する用語は、詰将棋の用語を参照。一模にある、プロ棋士と、そのプロ棋士と、指定関係にあるプロ棋士。 奨励会員、女流騎士からなる集団。プロ騎士の指定制度は元来は、プロ候補者の気力、そこを連絡先の保障のために作られたが、現在はその目的を超えて、指定関係にある人同士が弱い家族的関係を持つことが多い。そのためその集団を指して一門という語が用いられる。ある人がプロ騎士の一門に属していることを門下という。 プロの対局においては対局者の指定関係はルール上は影響しない。しかし順位戦は例外で C 級2組、C 級1組、B 級2組では八王朝を防ぐために指定関係にある騎士同士を当てないように対戦票が作られる。上座の譲り合い上位者が王将を使い会社が曲将を使うという慣習について曲線的な食い逃げする中盤の浅い段階で 相手の駒を取った飛車、または角が次の鉄外囲後安全な位置に移動し、駒得を確定させる。よく受動型で用いる。例、食い逃げされてはいけないので、飛車を捕獲しに行く。現代将棋、第二次世界大戦期より、後行われた、対局の相対。または、第二次世界大戦後の将棋の定石の変遷、先方の流行の推移。例、 現代将棋の70年をたどるプロ機会で、今数年来続いているトレンドを反映した対局、またはそのトレンドによる序盤の駒組例、現代将棋は研究競争の激化抜きでは語れない、自転奨例会の三段リーグのルールの用語の1。三段を持つ、プロ候補は1年に2回三段リーグと呼ばれる、リーグ戦を戦い、勝ち星の数で1位または2位になると、プロとなる。 そして3位を取った者には、自転と呼ばれる、いわば準優勝者の資格が与えられ、自転を2つ取ると、フリークラスに編入される形で、プロとなることができる。一部の棋戦では、3段の参加者に限り一定の条件を満たすと3段リーグ3位と同等の資格が与えられることになっており、これも自転と呼ばれる。3段リーグ外の自転は、それ2つでは、 プロとなる資格とならず、三段リーグによる時点二つか、または三段リーグによる時点と三段リーグ外の時点を一つずつで効力が認められる。直線直線的な2枚ベテラン騎士を年齢によって区分する後で、加齢による気力の低下が目立ってくる40代後半から60代に入っている騎士を言う。有力序盤中盤のある局面で形成が、 現状維持か自分の方が有利になるような手が複数あるとき、その後の王手が際どすぎたり、あまりにも不自然な感じがしたりするものを除いた、これを選ぶなら妥当だろうという感覚のある候補を形容して有力であるという。横利き、飛車、竜の横方向の利き。横利きという名前を単純に捉えると、単に左右の利きを指すと考えられるが、通常は飛車、 竜の遠隔の危きに限定して言う。例、小手玉は、飛車の横利きのおかげで積みませんので、小手が詰めろを続けられれば勝ちです。技がかかる量を取り、裁き、敵陣の突破、駒のすぬきなどを実現させることに成功して大きく有利になる。例、この順だと技がかかりますので、戻ってこの局面で、同歩はできないということになります機会では特殊な慣用として、 駒の名前をと、移動を表す一部の自動詞を同時に用いて、駒を動かしてせる、駒からする手を指すという意味を表すことがよくある。これは、将棋以外の分野では、一般的に用いないが、将棋を指す人の間ではよく見られ、使っている人も無自覚なことが多い。不注意による、散発的な語用ではなく、一種の用語として存在する、文法的には、グレーな用法である。 通常の、が自動詞、おたす、他動詞も無論用いられる。例、六六に角を飛び出して来られるのが、味が悪い、銀を立って囲いを直しつつて待ちする、に変えてという語句は、一般的には、挨拶に変えてのようにやや改まった定型的な文で、用い、反用的ではない。しかし、将棋界では、これとは別に、寄付を解説するときに、の代わりに、のところを、 時折に変えてということがある。また、変えてだけで、副視的に、その手番の実際の手の代わりにという意味で用いることも、ある。例、本譜の手に変えてに合否だと角打ちで危ない、変えて、金で行くとどうでしょう。ありがとうございます。